せーのスパガタイムズ、せーのスパガタイムズ、イエーイ、てるるとざいって始まってるから予定では、イエーイ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 。あ、見てくれた。撮影ナウです。今はアミタさんがトップバッターで撮影しております。やっぱ譲ります。最初はからのおはようございます。うっちーね、アップにしてるでしょ今。バレた。ダメダメダメ。かわいいね今日も。今日もってやめてよね。なんか言ってよ。この衣装すごいかっこいいよね。ね。なんかロックな感じで、この髪飾りがすごいなって思った。すごいよね。ね、スタッツがめっちゃついてる。今回のギラギラレボリューション。はい。はい、うち風に解説してどんな曲ですか？そうですね、なんだろうな、勇気をもらえるような曲。おー、勇気なんか頑張ろうって思える。またうん、下手くそか。今回の曲はですね、勇気をもらえる曲です。下手くそか。あのすごいね、ブレブレだと思うよ。ということで今日も一日頑張りたいと思います。イエーイ、バイバイ。一緒に釣ろう。よいしょ。やっほー、おはようございます。おはようございます。元気ですか？元気です。イエーイ、今日トップバッターですね。そうですよ、久しぶりですよトップバッター、うん、このポーズが良かったです。私的に本当にかっこよかった。ありがとう。かわいい。衣装、衣装です。ピンクです。ピンク、うー、かわいい。ありがとう。いいですね。じゃあ今日も撮影張り切っていきましょう。頑張ります。あ、これ回ってますか？今ちょっと行ってもいいかも。いいよ。どっちにしよう。どっち。おはようございます。おはようございます。これ何ですか？これは撮影に使うんですけども、応援するそのまんまや。でもこれ超絶カラーあるってすごくないですか？確かに。応援、え、応援歌なんですか今回？自分頑張れっていう曲ですね。自分に対して、自分に対しての応援歌ですね。まあ今までは結構そのみんな頑張れだったりとか、うんうん、誰かに向けての応援歌が多かったんですけど、今回はこの自分に向けての応援歌になってます。応援ソングになってます。これなんか最後グッズとかにできたりとか、プレゼントもできるね。なんかサインとか書いて。分かってますね。やらせていただきますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。細のおまけ付きです。おまけ付き。おまけ付き。これもしかしたら多分メンバー、これ口につけるかもしれないですからね。ああ、なるほど。だからおまけ付きやね。あすかさん、あすかさん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。いい感じで。今日朝川さんだけ前閉めるんだ。そうなんですよ、前閉めた感じで。そういい感じですね。靴まで。そうなんですよ、靴もちょっとかわいいんですよ。ね、レザーで全員色が違うってことですか？そうですね、だからすごい分かりやすい感じでライブでも見つけていただけるんじゃないかなよすって思います。ニョスさん、これゴールドあったんですね、生地が。いつもなんかちょっとゴールド色。ねえ、めっちゃゴールドなんです。ねえ、
すごいじゃないですか。あ、シルバーもだ。イエイ、シルバーです。今回ギラギラレボリューションなんで、ついに来たかと。やっぱ私たちの時代がついに来ました。ついに来ました。結構長かったですね。結構長い。1年間待ちました。いや、5年間待ちました。5年ぶり。頑張ってください。はい、頑張ります。はい、おはようございます。あ、結果ベレー帽になったんですね。そうなんです。ちょっと今後のことも考えて。ちょっと暗くなっちゃった。今後のこと考えて。今後ベレー帽とニットがあったってことよ。そうですね。新しいのだったらやっぱみんなニット帽だと思うんですけど、うん、前髪、髪の毛って伸びるんで、ちょっと伸びたこと考えたら安定のベレー帽なのかな。あのライブとかに変えていったらいいじゃないですか。ああ、それありですか。今日ニットありでいいと思いますよ。それならね、両方持ってて、もう両方ともじゃあ今後そう使える。気分によって首もなんか、ま、猫みたいになってます。そうなんです。ちょっとレースの中華で、ね、ロックですね。ロックです。いいじゃないですか。おはようございます。おはようございます。紫のレザーですね。そうなんですよ、うん、でも最初紫のレザーって聞いてどうなのかなと思ったんですけど、案外かっこよかったです。ペンキも塗ってもらってるんですね。はい、塗っていただきました。どうですか。普段の私服も着ます？レザーですか。はい、レザー着ますね。大好きです。ライダースとかライダースも着るし、レザーのスキニー。レザーのスキニー。パンツ？パンツです。長い。いいだから私的にはすごい好みの、はい、ちょっとロックっぽいテイストなんで嬉しいです。今日頑張ってください。頑張ります。おはよう。今日はあれですね、ギュッレボリューションの撮影です。はい、なんか服装とあと曲調がロックじゃないですか。そうなんです。ちょっと質問があるんですけどいいですか。はい。あなたにとってロックとは何ですか。そうですね、私にとってロックとは人生そのものです。以上です。以上ですか。はい。それちょっとどういうことかちょっと詳しく教えてもらっていいですか。そうですね、まあロック、それは私の全てですね。あれさっきのねえ、真剣にやってもらっていい。はい。でも今回のシングルめっちゃ好きで、なんか曲調もそうなんですけど、ダンスがめちゃくちゃかっこいいんですよ。うん、ちょっとやってもらっていいですか。いいんですか。いいですよ。どこやります。感想。あ、感想。あ、やっぱサビ。声出して。あー、イエス。本当。あー、イエス。ファンの方にはこれどうやって盛り上がっていただいたらいいんですかね。そうですね、やっぱロックの曲ってなかなかやっぱスパがないんで、ちょっと教えてもらっていいですか先生。そうですね、はい、このギラギラレボリューション、レボリューションポーズというものがあります。お、ちょっと教えてもらっていいですか。これです。はいはいはい。もうただよく、はい、ギラギラレボリューション今のところとか、はい、感想でもこのポーズが出てくるんです。そうですね、なので皆さんも一緒にこれでね、上に手を高く上げて盛り上がってほしいなっていうのと、はい、そうですね、ギラギラのところはもう思い思いのギラギラを、おー、ね、なるほど、一緒にやってもらって盛り上がってほしいなと思います。ありがとうございます。志村さん、あれ？あ、ごめんなさい。なんか大御所っぽくなっとったけど今。ちょっと自分の。あ、一つ言っていい？ないの？言葉が出てこない。バッテリー取り替えてくださいって言ってた。
どうですか、はい、ちょっとね、ちょっと寒くなってきます。いつもオフィシャルになるやつです。そうです、やった。生まれてますか？いつも生まれてます。あれ嘘、いや、ちょっとごめんなさい、あったかもしれない。写真は可愛いんだけど、いや、写真も実物も、見てください、写真もムービーも実物もまあまあですよ、微妙ですよ、まあまあ微妙です。辛い、辛かった。確かに正直は辛い。コムさんどうです、自分の顔は。あっち、どれ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 、あ、可愛い、バッチリ、はい、あ、どう、このセットでのセット、リバは今日風船大好きじゃないですなんですけど、あの朝来た時からごちゃん、あのポップコーンの風船持って帰りたいねってずっと言ってるんですよ。かわいい、果たして持って帰るのか。こういう部屋に住みたい。寝れなさそうかな、ごちゃごちゃして。ありがとうございます。何？じゃあ来てください。まず私のおすすめポイントその1、これ見て。だけど昔のラジオみたいなやつ、超可愛くないですか。これこれベスト何位です。ベスト3位です。ベスト3位、うん、朝川ちゃんのはチャンさんが待ってた。これ紙でできてるんですよ、マジで。そうなの？そうなんですよ、触ってください。そう、ダンボールみたいなのでできてるんですけど、多分使えるんですよね。使えるね。だって線があるんですよ、ほら。ちょっと欲しいななんて思いながら見てました。レボリューション、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 レボリューション。続きまして、ねえ、やらしても誰。続きまして、このトランプ、お金色なんですよ、これ。しかもなんか後ろドルになってるんですよ。マジイケメン。お、これ私の中の2位でーす。アスカワちゃんの2位は？アスカワちゃんの2位、ポップコーンですか？いや、それマジ美味しい。美味しいです。マジで美味しい。断じていただかない。断じていただかない。ということで、じゃあ、1位はやっぱこれじゃない？心はもうミラドル。私の腕が回るのにして。え、そうだ、回るわけないんじゃないの。回るでしょ。回らないの。ここが回らないの。なんで私回ると思ってた。そんな感じで、かわいいタイプで、はい、バイバーイ。今日の感想終了。あ、ちょっと待ってください。ちょっと待った、いけよ、行きます。ゆらゆらレボリューション。デビュー4周年、スーパーガールズメジャーデビュー4周年です。イエーイ。嬉しい、この企画。これスパガ通信、スパガタイム。